このボールに乗ってバランスをキープしているこちらのロボット、赤外線と超音波で自分の位置を測定しているため、ぶつかりそうでぶつかりません。ロボットの動きを不思議そうに見つめる子どもたち。パフォーマンスに声援を送ります。たくさんのロボットが登場したこのイベント、リチウムイオン電池などを作る東北村田製作所が、科学の面白さ、ものづくりの魅力を知ってもらおうと企画しました。黒い粉全部入りましたか？はい。ワークショップでは電池作りにも挑戦。豆電球を光らせ、電池の仕組みなどを楽しく学んでいました。簡単なもので作れてすごかった。明るくてすごかった。東北村田製作所では今後も子どもたちが科学に触れるイベントを続けていくことにしています。